アイコンです。アーティストとして活動してます。黒線と隙間っていうストライプで出来上がってるんですけど、まあ言ったら黒線のところがあるで、白いところがない、あるとない、あるとないけど離れるとあるみたいな、近づきすぎるとわからなくて離れると姿が出てくるっていう、なんかその振る舞いがなんかすごい人の心にも似てるなというか、なんか人間関係とか自分自身もなんかこう考えれば考えるほど自分が何者かっていうことがわからなくなるとか、なんかそういうなんかこう振る舞いに似てるなみたいなところにドラマを感じ、私のこのワシャワシャしたストライプの線っていうのはエネルギーの糸の振動っていうのをモチーフにしてるんですけど、それっていうのが物質の最小単位である素粒子が実はエネルギーの糸の振動でできてるっていうお話があって、それをモチーフにしてます。